はい、菅井です。今日のテーマは5年、10年、15年生き残る経営者がしていることとはということでお送りしていきたいと思います。まあ、日頃ですね、いろいろな経営者、企業家の方からですね、僕も相談を受けたりすることがあるんですけれども、まあ、例えばね、集客とか売上アップどうしたらいいかとか。 あるいはビジネスでね、うまくいくためにはビジネスモデルをどうしていったらいいのかとか、まあそういうことをね、いろいろご相談いただいたりするんですけれども、まあそんな中でですね、ビジネスをね、長くね、生き残らせる、それから繁栄させていくためにはね、一体どうしたらいいのかっていうね、そういう課題がやっぱりね、まあ悩みというかね、そういうのがある方も結構いらっしゃると思いますので、そのね、お話を今日はしたいと思います。っていうのはですね、いろいろ僕もですね、15年くらい、 独立ね、起業してから、うん、えー、立っています。それから、まあ、その前のね、えー、キャリアも含めたら、まあ、二十何年ビジネス、えー、とかね、えー、こういうね、広告とか動画マーケティングとか、そういうことをやっているんですけれども、まあ、そんな中で,ですね、まあ、いろいろ見てきて、うん、いろんな人が <laughs>、あのー、こう、栄固清水というか、 えすごくね、反映したりとか、あるいはちょっとつまずいたりとか、落ち込んだりとか、また復活したりとか、まあ、いろんなケースをね、すごく見てきたわけなんですよ。で、僕自身もね、やっぱりそんなに常にね、順風満帆とかね、いうことではもちろんなくって、まあいろいろね、えー、経験もしてきています。いろいろなことを乗り越えてきていると。まあただですね、えー、曲がりなりにもおかげさまでですね、15年以上ね、会社をね、 えーまあ、最先端の仕事をずっと、えー、やってこれて、えー、そして繁栄もできて、まあ、お客様にも貢献できたりとか、クライアントをね、成功させたりとかっていうこともずっとね、できているという中で、 まあどういうところがね、やっぱりね、大事なのかなっていうことをね、改めて、まあ、昨今のね、いろんな状況の中でね、まあ、いろんな変化の激しい中で、まあ、いろいろ悩んでいらっしゃる方からの相談とかの中でですね、大事なポイントなんかをね、改めて思うところがありまして、まあ、今日はね、そうのお話をしたいと思いました。でですね、で特にですね、やっぱり、まあ、この Web でのね、マーケティングとか、そういう世界っていうのは、 えー、すごくね時代の流れが早いので、まあ、そのさっき言ったね栄光清水というか、えー、流行り廃りとか変化もすごく激しいわけなんですよだから1つの山がね例えば3年くらい続いたらすごい大きい山だと思いますまあ日頃のねそういうトレンドとか変化うん売れ筋っていうかねそういうような変化っていうのはもう本当に3ヶ月とか 半年ですごく大きく変わっていくことがすごく多いと思います。で、そのスピードもすごく速くなっているんだけれども、まあ大きな山っていうのはやっぱり3年とかね、4年とかそういう感じが多いと思うんですよ。だから、うんと今、例えばすごい活躍している人、うん、例えば企業3年くらいですごくね、一つの山をね、極めているような人がいてもですね、これが来年さ来年どうなるかっていうのは本当にわかんないっていうことって結構あるんですよね。 一、えー、年、二年の間にすごくガタガタと来ることだってありますよね。ものすごく大きな変化があって。でそういうことって、まあ、過去のね、えー、10年、えー、15年見ていてもすごくいっぱいあったんですよね。うん、だからね、これからもさらにそういうことっていうのは起こってくると思います。だから、えー、今ね、例えば成功している人でもですね、まあ、来年、再来年はまたね、その時代の変化に、えー、ついていけないってことだって全然あり得るし、うん、それからですね、まあ、 そもそもね、まだね、そういう人や成功もできていないから、それをね、まずはやりたいっていう人もね、まあそういう方もね、すごく多いと思うんですよね。うん。だから、まあ最初のね、それこそまだね、そんな2年3年のね、えー、時点の成功もまだね、見えてこないと。まあ始めたばっかりで、うん、このね、半年がものすごく大変だっていう人も、当然いると思うんですよね。うん。それが、まあ普通だと思います、逆に言うと。はい。で、まあ言ってみればですね、 まあ最初の成功をつかむ。えー、それが半年で行くのか、1年で行くのか、2年で行くのか、ちょっとこう、多少個人差はあると思いますけど、まず最初に大きな山をどうにかね、形にするというのがまず第一。それからですね、それがどうにかうまくいくと、2、3年のね、えー、間に、まあ一つの山をね、極めていく人っていうのも、まあ出てきますよね。うん。だから、まあ、いわゆる成功者っていうふうに見えている人、 でもね、案外2、3年のキャリアだったりすることも結構あるんですよね。まあ今ね、すごく成功して流行っている感じの、えー、活躍している感じの企業家さんもそういう人結構いらっしゃると思います。で、それ自体はすごくいいんですよ。はい。で、ただですね、まあやっぱりさっき言ったみたいに、まあ4年、5年、6年と、どんどんね、ずっと継続して山をね、極めていくっていうのは、これはね、またさらにね、 工夫が必要っていうことって実際あるんですよね。っていうのは、まあ、ほとんどの場合ですね、その、2、3年の間の成功法則っていうのが、4、5年、6年経っていったら、もう、180度逆になっていったりとかするわけですよ。成功体験があざとなると言っても過言ではないぐらいね。うん。まあ、それまでうまくいっていたのが、すべて逆風に変わっていくっていうことだって、えー、ビジネスの世界ってあったりするわけなんですよ。だから、えー、やり方をね、変えて、 行かない人はそこでものすごくね大変な目に遭ってしまったりとかそういうこともすごくあるわけなんですよね。でまあそれはまあありえることだと思った方がいいと思うんですよね。うん、それを恐れるとか <laughs> いうことではなくて、まあ、そういうことも、えー、さもありなんということなわけなんですよ。うん、で、えー、と僕もやっぱりそういう経験って、えー、2度3度とやっぱり15年の間にはしています。 はい。で、まあ、どうにかね、それを対応して、まあ、生き残ってきたっていうことは言えるんですけれども、じゃあ何がやっぱりね、その中で大事なのかっていうと、まあ、その変化に対応して、えー、新しいね、その時代の、えー、やり方とか,か、価値パターンとかっていうのを、とにかくね、自分で、まあ、身につけたりとか、開発したりとか、学んでね、それを実行したりとかっていうことで、それをね、新しい山へとまた結びつけていくというね、こう、ある程度の山があって、少し踊り場で、 えー、少し凹んできても、まあ、そこからなんとかね次の病に結びつけていくっていうのが、まあ、すごく大事なのかなというふうに思います。で,でねやっぱり大事なのは多くの人がですねある程度のレベルに自分のね思ったことを実現していってうまくいったとかっていう時に、うん、それでね満足してしまうっていう人が結構 多いんですよね。自分は、こう、例えばセミナーとかね、講座とかに通って、一生懸命最初は頑張って、え、習っていたのが、いろいろなんとなくだんだん分かってくると、あ、こんなことは分かったと。えっと、自分はもうそういうことはもう分かった。次のステージに行くぞとかね。なんか、すごいこういうことはね、もう自分はね、こんなところにいる人間じゃないんだとかね。えー、すごいちょっとこう、おごり高ぶったって言ったら変なんですけど、 そんな気分にやっぱり人間ってどうしてもなってしまうものだと思うんですよね。うん。で、えー、自分はね、周りとは違うんだっていう感じになって、えー、やっぱり新しいことをね、学ぶ姿勢っていうのが、やっぱりちょっと弱まってきてしまうと、やっぱり、えー、とその新しい変化に、ね、対応できないということってあると思うんですよね。まあそんなことね、えー、当たり前じゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、本当にね、ほとんどの 人がまあ、そういうい、えー、落とし穴にマっていいいくとととうことがあると思います。で、僕自身もやっぱりそういうのってやっぱり経験しているというか、まあ、あの常に気をつけなきゃなっていうふうに思っているところですはいなんで、えー、常にねその新しい、えー、時代のね、えー、必要なことっていうのを学び続ける、うん、もう全然ね、えー、その1年生 えー、二年生の方と一緒に、えー、僕も、えー、と勉強していることって結構あるんですよね。うん。で、えっ、ー、と、まあ、常にそうやってやっていくと、まあ、あの、逆に言うとね、ある程度経験がある人はその経験と新しいことを組み合わせてね、さらに前に行けることになるわけですから、まあ、それは別に全然いいじゃないかっていうことだと思うんですよね。うん。で、えー、もちろんね、何もまだ何もゼロです。何もありません。経験も実績もありませんということだったら、まあ、当然ね、これはもう、 何を置いても、えー、とにかく吸収すると、すべてをね、吸収するっていうつもりで、先生から学ぶなり、先輩から学ぶなり、えー、それからそれをすべて実行していくなり、えー、大量行動していくなりっていうことが、まあ、何より大事かなと思います。まあ、その時点でね、こう、選んでるなんていうことだったら、まあ、これもいいのかな、あれはいいのかなっていうことで、まあ、選びまくってる人って結構いるんですけど、大抵うまくいかないですね。うん、まずはやっぱり、あれも、 いいかもしれない。これもいいかもしれないと思ったら、とにかくどんどんやっていくと。まあ、その間でね、なんか無駄なことだってあるかもしれないですね。うん。全然、その、要するに、自分にね、選ぶ基準がなければ、まあ、すべてのことをね、吸収するっていう気持ちの方がいいわけですよね。まだ成果がね、目に見えて出てない場合は特に。うん。それがですね、今、ものすごく頭でっかちになっていて、まあ、それをね、 えー、あれは何か聞いたことがあるぞだとかあれはああいう仕掛けに違いないだとかねもう頭の中で推測だけして、えー、実際にそれを吸収したりとか実行したりとかっていうことがね、えー、全然できていかないっていう人ってすごく多いんですけれどもそれってものすごく実は自分自身にとって損なんですよね。うんえー、特にね一番最初何も、えー、実績も、えー、経験も目に見えたねその成功の山も経験していないんであればもうとにかくいろんなものをねとにかく、えー、素直に。 実践していくということの方がね、すごく大事なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、最初の方のね、えー、ビギナーの人にとっては、そんなね、先の話、5年とか10年とか、そんな先の話って、想像もつかないから、えー、わけがわからないというふうに思うかもしれないんですけども、実際にはですね、まあ、そういうね、ゼロスタートの時に、いかにね、素直にいろんなものを吸収したかっていうのが、後々ね、すごく効いてくるっていうのは、 あるんですよねでその時にやっぱりねちょっとでもし何かを知ったらあ,あそれは知っているみたいな気持ちになって、えー、真面目にね取り組まない愚直に取り組むっていうことをしないっていうことをやっていくと本当に12年もね、えー、持つことができませんで12年なんて本当にあっという間なんですよねで気が付いたらえっ、ー、と2年3年が経って、えー、成果もその頃によってぐっと出てくるっていうのがまあ実際多いと思うんですよねで、まあ、もちろん、えー、と半年ぐらいでね 成果ががっと出るっていう場合もあるし、まあそれは全然いいんですけれども、でもですね、いずれにしても、半年で成果が出るにしても、2、3年で成果が出るにしても、とにかくですね、それの成果が出るためには、しっかりね、軌道を固めて取り組んでいくっていうこととともに、ちょっとした何かを知ったりとか、あるいはちょっと成果が出たっていうことに、簡単にね、こう満足したりとか、突き上がったりするんじゃなくって、常にね、えー <laughs> 勉強する、素直にね、愚直に学び、実行していくっていうね、そういう姿勢を保ち続けるってことが、やっぱりすごく大事なんじゃないかなと思います。はい。これはですね、もう本当に、まあ、5、6年をね、超えていく、えー、いっている、 えー、企業家とか経営者の方だったらすごくよくわかることだと思うんですよ、逆に言うと。はい。えー、まあこれを見てる方で、まあもしね、そういうある程度のキャリアの方見ていたら本当にうんうんってうなずいていただいている可能性が結構高いと僕も思うんですけど、うん、本当にね、そこですごく変わります。で、やっぱり何年かわかりませんけれども、やっぱりですね、その、 常に学び続ける、常にチャレンジをね、新しいチャレンジをどんどんしていくっていうことをね、やめた人っていうのは、やっぱりもう本当にね、消えていくっていうことがすごく多いし、まあそういうのを見てきたんで、えー、やっぱりね、改めて大事だし、自分自身に対してもね、えー、それ気をつけなきゃいけないなっていう、こう、えー、自分自身の、ね、戒めという気持ちもありまして、まあ今日はこういう話をさせていただきました。えー、ぜひですね、参考にしていただけたらと思います。 はい。それではですね、今日はこの辺までにしたいと思います。今日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。 スライコージの YouTube チャンネルまだ登録してない方は右下の赤いチャンネル登録ボタンの方を押して今すぐ登録していただけたらと思います。えー、今日の話がね、良、えー、かったよということでしたら、親、え、指、ー、マークのね、グッドボタンの方もぜひ押していただけたらと思います。それからですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報、集客や売上アップ、動画マーケティングのことについてどんどんね、配信していますので、下のね、概要欄の方に、えー、メールマガ登録フォームへの URL がありますので、えー、そちらの方から、えー、あなたのね、 メールアドレスを登録していただけたらと思いますあとですね LINE アットの方でも気軽な感じの情報配信をどんどんしていますのでそちらの方もぜひですね下の概要欄の方から LINE アットへの URL がありますのでそちらから登録していただけたらと思いますそれではですね今日もご清聴いただきましてありがとうございました